皆さんこんにちは、コココピです。今回もクラフターってゲームをやってきます。前回はまだ木のパーツしか使えませんでしたが、あれから少しやり込みましたので、ワンランク上の合成樹脂のパーツが使えるようになりました。それからクラフトスペースも広くなったので、前回よりもパーツを多く配置することが可能になってます。パーツを多く設置できるようになると、車の耐久力とも言えるライフの数値が上がるようです。車の耐久力は画面の右上に表示されている数値で、パーツをセットしていくごとにこの数値も上がります。現在パーツが置ける範囲は、床のグリッドのハイライトされた部分と高さが2ブロック分になりますが、ランクアップしていくと、もっと広い空間に車をクラフトできるようになります。それから前回もお話ししましたが、バトル報酬のダイヤを使って買うボディーパーツ以外にも、コインを使うことで排気口やライトなどのデコレーションパーツやプレイヤースキンなんかを買うこともできます。コココピはまだ使えるパーツも限られているので、あんまり凝った車は作れませんが、それなりに斬新なデザインの車をデザインしてみましたが、どうでしょうかね。それでは、クラフトはこんなもんで、バトルに行きましょう。前回よりも、ちょっとはランクアップしているので、相手も強くなっていると思いますが、頑張ります。開始直後に、中央に当たりに行く人はさすがにいないようです。まだ序盤なのに、ライフを結構減らしてしまいました。ライフ回復アイテムが欲しいです。車の操作性の方は問題ないかと思います。はい、来たー。ライフ回復はやっぱり重要ですね。うわー、痛いー。結構な当たりでしたが、ダメージは少なかったですね。おーやー、しぶといですね。とどめじゃー。一人倒しましたが、自分もかなりダメージを負っています。回復アイテムくれー。出たー、ちょっと復活ー。もう一個出たー。だいぶ楽になったな。あと4人。このゲームにはタイムアップがあります。なので、もし時間内に決着がつかなかった場合は、対戦相手に与えたダメージの総合計で順位が決まるようです。その、ダメージの総合計とやらは、画面左の赤いハートマークに白い剣のアイコンの横の数字になります。ついでにアイコンの説明ですが、ドクロのアイコンは、このバトル中のキル数。その上の顔アイコンが現在バトルに生き残っているプレイヤーの数になります。
しぶといんで、勢いをつけます。おーやー。さあ、あとは1対1の勝負です。時間がありませんね。残念ながら、2位でした。なんとか、この車のデビュー戦を飾りたかったのですがね。次行きましょうね、次。さあ、気を取り直していくぞー。タイヤ取れたー。もう一個取れたー。タイヤグリグリドカーン。こういうこともあるよね。気を取り直して次行きましょう。でもうタイヤないー、走れないー。ドカーン。とまあ、こんなこともありますよ。右側だけタイヤないー。嫌な予感。まだ生きてるぜ。ドカーン。次回へ続く。